阪神開幕カード返上は25年以降もトランド織の木金時代突入なら、来季のセリーグ公式戦と交流戦日程が8日発表され、阪神は来季の開幕カード開催を辞退した。24年の開幕戦は22年の上位3球団、阪神は3位が開催できるが、甲子園は高校野球の選抜大会期間中、今年を含め近年は京セラ D を借りて開幕戦を主催してきたが、来季はオリックスが使用予定。他は21年の上位3球団に開催権。そのため阪神が返上し、 G4 位球団の巨人に権利が移った。球団営業部の大西国警部長50は、我々もオリックスさんも A クラスをキープすると25年以降もそういう形が続くと説明した。セパの開幕日分けたらええやんか、2試合にして土月と日一とかなあかんの。開幕限定とはいえ、まさかロッテ以来のジプシー確定かな。そうなれば2025年も権利は4位の巨人か、阪神ファンは複雑だろうな。日本シリーズで下したんだから使わせろよ。春の選抜東京ドームでやれば。昨日も言ったけど、春の選抜、夏の選手権大会は球児たちの憧れの舞台。むしろ阪神タイガースより歴史が長いんだから、夏はいろいろ考えないといけないが。ホットモットであればいい。開幕が4月なら甲子園で開幕迎えられるんだけどな。個人的には春の選抜を甲子園でやる必要ないと思ってるけど、暴論なんだろうな。わらわい、甲子園は夏のみ、春は静岡とかの球場でやるのがいいかと。オリックス阪神どもに A クラスの場合は、これから阪神の開幕戦はホームで行えないってことですか。ホットモットあるよ。阪神もそろそろ大阪、西宮、尼崎付近で本格的なエスコン方式のボールパークあればいいのに。ただ甲子園の扱いやオリックスの兼ね合いが課題。開幕日を選抜の休養日と重なるように調整、その日だけ甲子園での日は神戸とか実現しないかな。広告が出せないのは100も承知ですが。来年から3年間巨人阪神の開幕カードになりそう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。